さあ続いては小島でございます。どうですかみんな小島のイメージは。春さんも絶対似合うと思いますよ。お小島は身長もあるしね、うん、先ほどで顔が綺麗な方は似合うというのが立証されたので、うん、もうバチ。さあそれではお願いします。男装エントリーナンバー2、小島春菜。ロングヘアの美少女はどんな男性に変身するのか。レッツダンソー。いやー近寄らないで。このメダルは誰にも渡すわけにはいきません。お前らその手を離しな。7つの海を自在に渡り歩く無法者。小島の断層は海の荒くれ者、海賊だ。この子に手を出すんならな、俺様を倒してからにするんだな。あ、化け物たちが逃げていく。今日覚えておけ、ジャック小次郎倒し損ねた日は。もう大丈夫だ、怪我はないから。 Don't touch me。 どうせあなたもこのメダルを狙ってるんでしょ。確かに俺は海賊だ、宝物を奪うのが目的だがな。メダルと一緒にお前も俺のものにしてやってもいいんだぜ。